今回は2022年ジャニーズ人気ランキングをご紹介します。今年も残すところわずか。2022年も毎日のようにジャニーズメンバーをテレビで見たのではないでしょうか。そんな今年のジャニーズ人気ランキングに輝くのは一体どのグループなのでしょうか。それでは10位から見ていきましょう。10位、 KinKiKids。 KinKiKids のファンクラブ会員数は約62万人です。これはジャニーズ内でも6位の順位になっています。ここ数年はテレビの出演などがあまり目立っていなかった KinKiKids ですが、なんといっても今年はデビュー25周年イヤーということで、かなりメディアへの露出が多い1年となりました。特に夏頃には YouTube チャンネルも開設され、今までのシングル曲や YouTube ライブ映像、そして過去のコンサート映像など無料でいいのかと思うほどの作品を公開しています。最近では1年に1回のコンサートでしたが、夏にも大阪、東京でのコンサートが開催されたりと、ファンの方々からするととても素敵な25周年イヤーとなったのではないでしょうか。もうすぐ毎年恒例の冬のコンサートも開催されますし、まだまだワクワクは続きますね。9位、 KAT−TUN。 KAT−TUN のファンクラブ会員数は約26万人です。これはジャニーズ内では13位の順位になっています。 KAT−TUN は今年2年半ぶりにCD アルバム「ハネー」を発売し、4月から6月にかけて全国8都市でライブツアーを開催しました。それも話題となったのか、 Twitter でのツイート数や検索ヒット数がジャニーズ内6位となっています。若いグループが話題の中でなかなかの数字にランクインしています。8位、 Kis-My-Ft2。 Kis-My-Ft2 のファンクラブ会員数は約57万人です。これはジャニーズ内では9位の順位になっています。今年の Kis-My-Ft2 はグループ活動もそうですが、かなり個人の活躍が目立った1年となりました。玉森さんは連続ドラマに2本出演し、千賀さんは初の連続ドラマへの出演や雑誌の初単独を飾ったりと飛躍した1年となりました。そして Kis-My-Ft2 の場合、ドラマの主題歌を担当することも多いので、個々人の活動に加え曲の発表だったり、それに伴う音楽番組への出演などかなり多忙だったようですね。藤ヶ谷さんは休養中の中居正広さんの番組の代打に抜擢されたり、北山さんは堂本光一さんの舞台の出演が決まったりと、こちらも大忙しのようです。横尾さんは以前から出演していた「プレバト」にて俳句の才能が開花し注目を浴びたり、二階堂さんはキャンプ好きが高じて小山慶一郎さんとのキャンプ番組に出演したりしていました。それぞれの活躍が多かった分、人気も高まったのではないでしょうか。7位、関ジャニ∞。関ジャニ∞のファンクラブ会員数は約78万人です。これはジャニーズ内では4位の順位になっています。関ジャニ∞は2019年から2020年にかけて全国47都道府県ツアーアップデートを開催していましたが、コロナによって途中までで開催が中止となりました。それ以来のツアー「関ジャニ LIVE8BEAT」が2021年から2022年に開催され、今年は関ジャニ∞のデビュー18周年ということで、12月から関ジャニ∞ドームライブ18祭が開催されます。デビューして18年であり、途中でメンバーの脱退があったにもかかわらず、いまだにジャニーズのファンクラブ会員数が4位ということはすごいことですよね。来年の活躍も楽しみですね。6位、なにわ男子。なにわ男子のファンクラブ会員数は約58万人です。これはジャニーズ内では8位の順位になっています。なにわ男子は2021年11月12日にムグラブで CD デビューしたばかりのグループですが、今年はかなりテレビでの露出も多く、個人の活動もかなり増えた1年となりました。まだデビュー1年にもかかわらずファンクラブ数が58万人はすごいですね。ますますライブのチケットが取りづらくなっていきそうな予感です。5位、平成ジャンプ。平成ジャンプのファンクラブ会員数は約73万人です。これはジャニーズ内では5位の順位になっています。平成ジャンプは2021年11月14日でデビュー15周年の周年イヤーとなりましたが、2022年もその勢いはとどまることなく、山田さん、知念さん、八乙女さんが出演しているスクール革命は
1月と7月に特番として放送されたり、1年8ヶ月ぶりとなるアルバム「ヒルミュージック」が発売されたりと大いに活躍した1年となりました。またグループ活動だけではなく個人の俳優としての活動も多かった1年でした。またファン待望のグループ公式のインスタグラムも開設されたことによって、今まで見ることができなかったメンバー同士の仲睦まじい様子を身近に見ることができるようになり、よりファンが増えたのではないでしょうか。4位、ジャニーズ WEST。 ジャニーズ WEST のファンクラブ会員数は約46万人です。これはジャニーズ内では11位の順位になっています。2022年11月に発売された DVD「ジャニーズ WEST ライブツアー2022ミックスとジュース」はグループ最高初週売上を記録しました。また週刊ミュージック DVD BD ランキングでも初登場1位を記録し、映像3部門同時1位を獲得するなど波に乗った1年となりました。3位、ストーンズ。ストーンズのファンクラブ会員数は約62万人です。これはジャニーズ内では7位の順位になっています。今年のツイート数、ハッシュタグ数がジャニーズ内で3位となっています。それほど多く投稿されたのですね。個人個人の活動が2022年も多くあり、ジェシーさんは映画で声優に初挑戦したり、ドラマやバラエティと幅広く活躍しました。京本さんは主演舞台の上映や映画の出演、そしてドラマ出演など俳優としての活躍が目立ちました。松村さんも俳優としてドラマや映画に連続で出演していました。特に NHK 連続ドラマ「カムカムエヴリバディ」で話題となり、今まで以外のファン層も獲得してきた1年となりました。2位、キング&プリンス。キング&プリンスのファンクラブ会員数は約96万人です。これはジャニーズ内では2位の順位になっています。今ジャニーズの中でも一番勢いのあるグループだとも言えるほどの活躍をしているグループです。グループとして発売した曲は大ヒットし、 TikTok では一番の振り付けで大ブームを巻き起こしました。また最新曲「月読み彩り」はミリオンセールスを達成するなど、3人の脱退報道があってからもキンプリ旋風はとどまることを知りません。個人の活動もかなり多忙で、永瀬さんはドラマ2本、映画1本に出演、また持ち前の MC 力を生かし音楽番組の初 MC を務めたり、 NHK の番組にも出演しました。高橋さんはドラマ2本に映画2本にレギュラー番組2本と多忙を極めていました。平野さんはクロサギが大ヒットしており、番宣のためにバラエティ番組に毎日のように出演していました。岸さんもレギュラーが2本とドラマ1本に出演し、持ち前のキャラクターで大活躍しました。神宮寺さんはドラマ1本に出演しました。これだけ活躍しているグループだからこそ3人の脱退は寂しいですね。1位、スノーマン。スノーマンのファンクラブ会員数は約89万人です。これはジャニーズ内では3位の順位になっています。今年のスノーマンの活躍っぷりは凄まじく、ファンクラブ会員数もすごい勢いで伸びてきています。まだデビューして2年ほどでキンプリに迫る勢いです。そして YouTube の登録者数はグループとしては1位の215万人となっています。今年は特にサイレントと NHK ドラマ舞い上がれに出演中の目黒さんの活躍が特に目立った1年となりました。来年のスノーマンの勢いも楽しみです。以上、2022年ジャニーズ人気ランキングをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。あなたが思うランキングとは同じでしたか。今年は周年のグループもいたので、例年以上にテレビの出演が多かったような気もしますね。来年のジャニーズの活躍も今から楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。